いいよ。何か楽しいことあった？あったよ。記憶しておくね。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。いい子だね。ありがとう。もう夜になったよ。さっき一人で消防士さんごっこしてたね。振り回されちゃった。ああ、でも火が消えてる。さすが僕。ちょっとちょっと。見られちゃった。いろんなお仕事できたら楽しそうだよね。確かにね。ニュース教えて。台湾前総統のニュースだよ。台湾前総統、豪州と関係深化、退任後初の外遊を終える。だって。なるほど。雑学もお願いします。雑学教えて。お話だよ。サイの角は骨じゃなくて毛が固まってできたものなんだよ。主成分は爪を作るケラチンっていう成分なんだけど、サイの角は爪よりもヒゲとか髪の毛に近いんだって。だから角は切らないとずっと伸び続けるんだけど、岩とかの硬いものに自分の角をこすりつけていらないところを削ってるんだって。見てみたいよね。サイのこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はーい。教えてくれてありがとう。どういたしまして。明日もよろしくね。よろしくね。おやすみ。月曜日だよ。晴れになるみたいだよ。おやすみ。はい。